皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。今回の商品はじゃん、ダイソーで売っていた手品の商品です。ダイソーで手品商品って結構売ってるんですよ。実は今回3つ買ってきています。今回は細かな説明はもう省きます。で、一応ね、この色が3種類あるんですけれども、色の違いによって難易度が変わっています。赤いものがビギナー、緑のものは中級、青いものはハード、上級になっています。実はね、これ後でこの動画に画像を差し込みますけれども、この商品が売っていたダイソーでは結構マジックグッズたくさん売っていました。マジックがねブームなんですかね、わかんないけど。そんなわけでちょっとね、いろいろ試してみたいと思います。まあ子供と一緒にね、楽しむのにはいいんじゃないかなと。お子さんが楽しむには、この初級のやつ。で、ちょっとね、なんか飲み会とかでやるには、この青い上級とかがすごく盛り上がるんじゃないかなと思います。ただね、これちょっと気になったのは、このコインが通り抜けるやつ、ラバー2枚入りって書いてあるんで、これ1回使ったら多分使えなくなるんじゃないかなと思うんですよ。なので2回限定かな。と、ちなみに、上に QR コードがあります。これは YouTube が見れるんですよね。で、ただ、これに関しては、実際に手品してる動画が見れた感じです。商品見てみようかな。うん。やり方とかはね、これ見ちゃうと楽しくないから、ひとまず、また後ほどね、やってみたいと思います。これ、おお、すごい。すごいかな。すごくないか。うん、まあちょっといまいちね。